はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、客観的な事実を お伝えしながら動画の方を組み立てていこうかと思います。よろしくお願いします。今私チャンネル登録1万4千人ぐらいいるんですけども、あとね30人ぐらいで1万4千人になるんですけども、ずっとね伸びてるんですよね、チャンネル登録者の数。本当ありがたいことだと思いますけども、今私がねチャンネル登録10万人の方とか100万人の方とねコラボできるとしたらむちゃくちゃ嬉しいですね。いや本当に、そういう人に認められるっていうかね、気にしていただけるのは YouTuber としてね本当この上ない喜びだと思います。要するに今の私のチャンネル登録者の10倍の方とかね、数十倍の方とか100倍の方っていう方から持ち上げられることによって新しい扉が開けられると思うんですよ、開かれると思うんですよね。でも今のところ私にはそういうご縁はありません。私のことをね話題にしてくださる方は少なくとも私よりもチャンネル登録者数の数は少ない方ばかりなんですよ。それもありがたいですけどね、客観的な事実としてそういうことがあるよと。私の1万4000人のチャンネル登録は10万人とか100万人の方から見るとまあ眼中にないってことなんでしょうね。でもちょっと見方を変えてみると、今チャンネル登録が100人の方とかね1000人とか2000人の方がいるとするじゃないですか。これはもしかしたらこの動画を見ているあなたかもしれないと。であなたがですね自分のチャンネル登録者数の10倍の登録者の方、100倍の登録者の方に取り上げられるっていうふうに考えたらラッキーと思わないですかね。でしかもそれを私はやらせていただいてるというね、花龍馬さんがチャンネル登録100数十人の時からずっと取り上げて1年経つわけですよ。で全てが私のおかげとは言いませんけども、少なくとも励みになっていることは間違いないと思うんですよね。このチャンス逃してなるものかっていう形で花龍馬さんは一つのねエネルギーにしていただいていると思いますけども、しかしですね私ね実はですね同時に何人もの方とこれやってるわけなんですよ。そう、1年前の今日だいたい100人前後のこの人は見込みあるんじゃないかなっていう人と私がねこのリレーを持ちかけてるんですよ。でこれはね別にその時だけじゃないんですよ、常になんですよ。チャンネル登録20人30人の方のことを探して、そしてその人のね喜びそうなネタで私喋ってるのもあるんですよ。だから私の動画見てる方はたまになんだこりゃとかね思う動画があると思うんですけども、それはですね私がチャンネル登録10人の方とかね3人の方とかね100人の方とか500人の方とか2000人の方を引き上げようと思って、ちょっとおこがましいことながらねこの人と一緒にコラボしてみようかなっていうようなメッセージで強制することなく動画を作ってるんですよ。でも残念ながら YouTuber として人は待てたいぞっていうふうに思っていても、そういうふうに自分に向けられてる目に気づかないもんなんですよね。そういう意味で言うと花谷龍馬さんねよく見つけたなと思いますよ。私が花谷龍馬さんのことをテーマにしてる動画をねポンと1本上げた瞬間に気づくというのね、これはすごいんじゃないかなと思いますよね。もともとは私がねウォートークンみたいな怪しい暗号通貨の案件を小野里さんの動画の下に見つけたのねきっかけだったんですよ。あ、彼はよく分かってんじゃないかなと思ったんですよ。要するに小野里さんっていう私の友人はウォートークンのことね話題にずっとサポートの動画を出していたんですけども、そこにねかぶせるようにウォートークンの話題をサムネイルもきちっと作って出していたということは、多分これ狙って当ててほしいんだなと、引き上げてほしいんだなっていうのを感じたんで、まあそういうふうにね紹介動画作ってみたんですけども、そっからがねご縁でしたね。私はだからねいろんな方のことを見てその人を引き上げようと思ってこの1年やってきたんですけども、残念ながらはっきりとついてきた人っていうのは花谷龍馬さん一人なんですよ。もうだいたい人数にして私100人ぐらいに花谷龍馬さんと同じようなことしたんですよ。でも残念ながらここにいて一緒に走ってるのは花谷龍馬さんだけだったかなというところですよね。だからねチャンスがあったらどうこうっていう人はチャンスに気づきもしないし、チャンスに気づいてもそれに手を伸ばさないんですよね、残念ながら。残念ですね。私がね10万人100万人とかのねチャンネル登録の方に目かけられたらね、もう他のこと全部やめてそればっかりやりますね。 YouTuber 冥利に尽きるじゃないですか。それはしかもチャンスしかないところ、通常は広告料を数十万数百万払って1本の動画に取り上げてもらう、出してもらうのがやっとなのに、向こうから持ちかけてくれるなんてね。いや仮に、まあ私のことばっかり言って恐縮ですけども、チャンネル登録1万人前後の方がね、YouTube を始めたばかりでチャンネル登録数十人とか数百人の方のことを話題にしてくれますかね。多分ないと思うんですよ。だってチャンネル登録多い人にとってチャンネル登録少ない人とかは関わってメリットがある話じゃないですからね。誰しも自分よりも優れた人とか自分よりも数字のいい人と組みたいわけなんですよ。で私はもうそういうところでも逆張りでですね、そうじゃないぞと、こういうふうなねチャンネル登録とか再生数じゃないと、自分が
この人面白いな、この人と何かやってみたいなと思えば、その直感のままに動けばいいんじゃないかなと思って今に至るわけなんですよね。まあ、おかげさまで花龍馬さんとのやり取りもだいぶ進んでですね、私の速稼塾の塾生さんも花龍馬さんという存在は深く胸に刻んでお土産まで送るみたいな関係になってますよね。素晴らしいと思います。まあ今回はね、そんなところでございます。やっぱりね、チャンスに気づいてもやらないっていうことなんですよ。結局はチャンスに気づいていたらやったのにとかって言うんですよ。ビットコインがあの時にこういう風になるって気づいていたら、ビットコインの存在を2万円とか5万円の時に知っていればとか思うんですよ。知っていてもまあ100円だって買わないですよ。今だからそう思うだけなんですよね。まあ残念ですね。だからそういう風に違うぞと思うんだったら、もうね、今からでも何かを始めるべきだし、それこそね、久保哲郎速稼塾みたいな動画を作ればいいんじゃないですかね。私が気づけば必ず返信しますんでね。では以上です。